人生は愉快だ。チューニングするけん、かっこよか、中華かっこよかよ、かっこよかよ、バスコバー中華ズ、サクマ、誰が中華ズ言ったの、はい、サクマ、サクマおいで、え、サクマ来い、サクマ、はい、やってこい、え、何ですか、ステージどうぞ、本当に、サンキュー、高円寺の伝説の男が鎮火する。
間どれだけすごいかこう7つぐらいエピソードがあるから。そうだ。オッケー。ベス。下から3つ目ぐらい。さあお願いします。マイク使ってください。あ、はい。じゃあマイク使ってください。もうマイクはい。いやちょっとびっくりして何話しいか全然わかんないですけど、とりあえずいろんなエピソードがあるんですけど。リミッター外しなよ。リミッター。はい。リミッター外します。ですね、僕歌舞伎町の客引きにあってぼったくられたっていう話なんですけど、大丈夫ですかこんなんで。それ6万円だったんですか。なんか客引き3000円つってて、でついてったら6万円取られたんですけど、でこれまだおひれがあって、あの指を噛んでしまった女の子のまあちょっと酔いとかいろいろあって、まあ細かいこと話すと長くなっちゃうんで、あれしますけど、でこれ裁判団になって傷害で訴えられて、まあ簡易裁判なんですぐ簡単に終わるんですけど、それが30万の請求をされて11万で示談がついたっていう、で弁護費用が5万円だったんで、まあぼったくられた料金とか全部含めてまあ23万ぐらいかなっていう。いやねー。いやねー。いやねー。いい感じる。なんだよじゃあ。今日何の回ですか。もっと面白いから。あのね、どこだっけ、朝がやる。さあ、えい、再建。長崎から来ました。どうぞ、もっとオンマイクで、オンマイクで。福山雅治。すいませんね。ごめんなさい。下げていいのこれ。ダメだと思います。謝るよ。ごめんなさい。じゃあチューニング終わったので。